オンラインチケットの事前化を登録方法。アプリの下、中央にあるチケットをタップします。購入したチケットを選び、カメラで撮影をタップします。ご自身の顔と体を表示されるマークに合わせて撮影しましょう。これらの写真は顔登録ができません。必ず正面を向いて真顔での撮影をお願いいたします。正しく写真を撮影したら、画像をチェックをタップします。この画面になったら、チケット利用者と来園日を確認し、登録するをタップしてください。これで顔登録は完了です。事前化を登録後は青いゲートからご入園できます。この時、必ず装飾品は外してからお入りください。正しい事前化を登録方法でスムーズに富士急ハイランドへ入園しましょう。